すごいひどいとこだったら当意見もやめてとかはっきり言われるんですよ。すごいと思って、仕事もできるし顔も男前やし。はい、朝出勤したら掃除をして音楽かけたり、お客さんがいつ来られても大丈夫なようにスタンバイしてます。で、過去の写真をビフォーアフターで探してきて、人気やデコ画像からのお客様の家に使用した塗料だったり特徴だったり、もういろんな勉強を兼ねて文字起こしをさせていただきました。もうハプニングはいっぱいありました。全然知識もなかったし分からないことばっかりだったんですけど、打ち合わせだったりの時に前もって色カタログだったりを探してきて準備してお客様対応するんですけど、いつになったらこの塗料はツヤがあるのかないのか、ツヤが出るのか、ツヤ3部なのか7部なのか、でもツヤがあること自体も全然分からなかったんで、そういうハプニングはありましたね。打ち合わせの時に日本ペイント化粧品の代表が教えてくださって、カタログ見てって言ってくださって、実際探してみると日本ペイントなんてないしと思って、実はリッペっていうすごい略されてて、だんだんだんリッペかみたいな実はですね、代表と10年以上になりますかね前に知ってて、だからラーメン食べに行くみたいなグループみたいなのがあって、ここに加えてるのが代表だって、ここで知り合ったのが初めてだったんですけど、まあ今よりだいぶ代表細かったんですけどね感じも全然違うかって、この1月ぐらいですかねに私の家の近所のところで、あれ康介くんじゃないって言って代表を見つけて、覚えてますかって言ったら、覚えてる覚えてるって言うんですけど、まあ、多分絶対覚えてなかったと思うんですけど、で私ちょうど仕事を探しててここをオープンするってことを聞いて、あ、ぜひちょっと当たってくださいって言って、それでまあ私も今家を建てるんですけど、家を建てていく上で塗装とかもすごい外壁の何に使われてるとかいろいろ気になるところとかもあって、すごい興味湧いてきて働きたいなと思ってお願いしていただくことになりました。代表だったり営業の方だったり外行っちゃうんで、こちらに来られることはあんまりないんですけど、打ち合わせとかでの限り会った時すっごいみんな感じいいし、分からないことばっかりなのですごい不安もいっぱいあるんですけど、本数本数聞いてもすごい親切に、また分かんないって同じことで聞いてるのにと思いながらも、バイパスの事務員さんとかジョナさんすごい優しく教えてくださって、もう何度もすいませんと思いながら来られても心配してくださったりして、とても雰囲気いいなと思います。沙織さんですね沙織さんも神様です。私は井内さんとかも女性権の方とかはまた指示書は作れないんだけど、でも作れる範囲で作っといた方がいいと思って、分からないこともあるしちゃんと答えてくださるし、すごい親切です。塗装業界で働くのはもちろん初めてなんですけど、塗料の種類だったりツヤだったりそんなのもあるんだっていうのもすごい驚いたんですけど、何より一番びっくりしたのは代表の仕事のできる具合に一番驚きました。ラーメン食べてるとこのイメージからすると全然違うかって、すっごいお客様に対しては熱いしきちんとしてるし、私も分からないことあったりして答えてくれるんですけど、まあ、自分が間違ってることもあったりするんですけど、言ってくることは間違ってないんですよ。でいつ休んでるんだろうと思って、ずっと仕事してるし、よそからすると当たり前かもしれませんけど、社長が働いて当たり前みたいな、どういう風にここで仕事回ってるのかなと思ったんだけど、代表の行動力がすごすぎて一番驚きました。なんか営業の方2人入ってきた時も、代表はやっぱこの分給料とか払わなきゃいけないじゃないですか、時の代表はその分俺が契約を取ってきたらいいだけだからって言って、すごいと思って、仕事もできるし顔も男前やしいや本当はめちゃくちゃ優しいんですよ代表、すごい笑ってくれるしすごい面白いこと言ってくれるんで。近所の人が、私がここで働いてること知らなかったんですけど、とある施工会社で契約したんですけど、なんかやっぱ引っかかるものがあったというか、何か嫌だったのか、タナンテンオープンした時に電話くださって、すいません、よそと契約したんですけどクーリングオフしてこっちで見積もり立ててほしいんですけどって言って、偶然にもこの私の近所の方だって、でまあ色打ち合わせまたさせていただいて、この近所の方が初めての色打ち合わせだったんですけど、色も3種類かな悩まれてて、で色板持ってたりして、ごめんよ忙しいのにって言ってすごい喜んでいただいて、最後も納得いくまで色がきちんと選んでくださいねって言って、一緒に納得いくまで色打ち合わせさせていただきますのでって言って決まったんですけど、それでお客様が満足していただいて、その時はすごいやりがい感じました。そうですね、まだアナンテンを知ってる方って案外知られてるようで多分知られてないと思うんですけど、目標としては緑の看板見ていただいて、これが中山コーチングか、バイパス店は知ってるけどアナンテン知らないって方もおられるんで、アナンテンもっと知っていただければなと思います。
はい、私ここで働かせていただく前に実家の方で仕事を考えたことがありました。本当にもう遠くの方で、ね、見積もり取らせていただいたりしたんですけど、すごいひどいところだったら遠い県もやめてとかはっきり言われるんですよ。お客さんも全然大事にしてないっていう感じで、でこっちを頼って見積もり取りたいという風に要請してくれますかの会社もあったりするんで、あっちこっちいろんな場所で見積もり取ってみるのはいいと思いますけど、それこそホームページだったりその会社の口コミだったりしっかり見ていただいて、自分が納得いただける会社で受けさせていただきたいと思います。私は中野コーティングをお勧めします